はい、というわけで3組目のゲストでございます。はい、はい、こちらは自己紹介を、はい、一人芝居役者やっております、根本雅也でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あれフルネームは根本雅也、一人芝居な。ああ、まあそうですけど、まあ、はい、今結構いろんな活動してますんで、まあ、根本雅也でまあやってます。まあ一人芝居やるときは根本雅也一人芝居っていう名前でやりますけども。はいはいはい、なるほど。はい、あのテクテク TV では、はい、あの先日その J-POP カフェでのレポーターとして来てもらいましたけど、はいはい、それ以前はあの僕がやってました世田谷ウェブテレビで、はい、あのゲストと来ましたけども。そうですね。はい、基本は一人芝居の人なんですね。一人芝居をずっとやってきた人が、まあ俳優さんってことですよね。俳優さんです。はいはい、はい、ですね。はい、はい、一人芝居が基本なんですか。一人芝居がもともとその芝居のスタートを根本と言いますか、はい、基本は一人芝居からですね。でもなんか音楽と比較的こう、はい、近しいところにいるっていうので、まあ元々知り合いだったんですけど、はい、まあ、テクテクだとあの石原敏弘さんだったり、はい、森本慎一郎、はい、だったりとかで一緒に音楽ライブがあったり、はい、一人芝居があったりっていうイベントをやっていたり、はい、そうですね、ですよね。はい、そうです。その辺をちょっと詳しくお聞きして、はい、ああ、はい、はい、ですね、僕あの一人芝居やってるんですけども、もともと僕はあのシンガーソングライター志望だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、高校生の時に、はい、はい、で、で、まあ、シンガーソングライターを、まあ、辞めた理由がある理由がありまして、はい、でどうしようかなと思ってたら一世尾形さんという、はい、一人芝居のパイオニアの方がいらっしゃるんです。います、ね、はい、その人のビデオをこう見たんですね。はい、まあ、なんで見たかちょっと、まあ、理由はちょっと分かんない、まあ、面白そうだなと思って見たんですけど、うん、ただもう衝撃を受けまして、はい、まあ、面白いことやってんなと思って、うん、これ僕もやりたいなっていう、とても単純な動機なんです。それはいくつぐらいの時ですか。18です。18で18になる前ですね、はい、高校卒業して進路決定の時ですね、はい、なるほど、ね、まあ、何したい、大学行っても何勉強していいか分かんないっていう、なんかそういう時にたまたま見た一世尾形さんのビデオで、もう僕ちょっと衝撃を受けまして、あ、僕もこれになるって言って、お、はい、そっからずっとですか。で、そうです。で、あの舞台の役者の学校がありまして、はいはいはい、そこ僕行って2年間学びまして、はい、で卒業して、で1回劇団を作って、第1回公演でもやめちゃって、うん、そこから一人芝居です。なるほど、はい、ちなみにちょっと何でやめちゃったかを聞いていいですか。それを聞くんですか。はい、ああ、そうですか。あの、いや、ごまかしてもいいですけど、簡単な、はい、簡単な理由ですけど、はい、あ、でもこれあんまり、もしな、まあ、一人芝居が僕もともとしたくてその役者の学校入ったんですよ。まあそうですよね、一世尾形も影響されてる。そうです、はい、で、でその同期と劇団を作ったんですね、うん、はい、で僕座長だったんですけど、はい、で、まあ舞台をやる、うん、お芝居を作るっていうのってどんなもんなのかなと思って、うんうんうん、でそれを、まあ、経験したかったわけですね、はいはい、で経験一回したじゃないですか、はい、上げ公演で、はい、ああこういうものかと思って、あ、じゃあやめます座長なのに言っちゃったんです。なるほどね。でそこからずっと一人芝居、はい、そうですね、はいはい、イメージだと一人芝居は大変なイメージがちょっとあるんですけど、はい、あ、よく言われます。そうでもないんですか。そうでもないですね。そうでもないです。まあ大変なんでしょうけど、まあその実際ステージ立つのは一人だったりとかするから、はいはいはい、まあ、準備とか用意とかネタとかは大変かもしれないけど、はいはい、まあその人間関係だったり、はい、みんなこう日程をみんなで合わせたりとかっていう、その集団の劇団ではないメリットもありますけど、はい、まあ、そうです、まあ、動きやすい、そう、ポータブルなところがあるなと思って、僕はずっと、はい、そう、強みだなと思ってやってますけどね。じゃあ一人芝居歴はもう随分だ、もう10年経ちましたね、うん、はいはい、はい、ずっと僕は一番初めに会った頃は下北沢ロフトで、はい、そうですね、定期的にやってましたね、はい、やってました、はい、でその頃はその森本君と、はい、森本一緒に石原だった、うん、石原さんと一緒にやったやつ、そうですね、はい、何でしたっけ、音楽と友好の、はい、なんか名前がありましたね。プレイチック、はい、プレイ、英語でプレイで、まあ、一人芝居として、はい、でミュージック音楽の融合ってことで、はい、プレイチックっていう造語を僕はちょっと考えてですね、はいはい、それを、まあ、メインに歌ってこうやってるんですけども、もともと僕シンガーソングライター志望だったんで、はい、まあ、ギターとか歌を歌う作るっていうのが好きなんですよ、はい、で、まあ、その俺はやっぱり捨てきれず、はい、楽しいことを、僕の好きなことを全く捨てちゃうのももったいないと思って、うん、で、ああ、じゃあお芝居と音楽くっつけちゃえばいいやと思って、うん、
で、僕がそのキャラクターに扮して演じながら歌ったりとか、はい、あとは、まあ、ミュージシャンの方をゲストで呼んで、はい、一緒にこうセッションしたりとか、うんうん、そういったライブがプレイジックっていうふうに、してるんですけど、ね、なるほど、はい、これは現在もやってるんですか。やってます、はいはい、もうプレイジックはもう5年経ちまして6年目に、はい、突入してますね。なんか、はい、卒業というかこうランクアップしたんでしょ、場所が。場所まあ、そうです。下北沢でやってたんですけども、はい、今赤坂で、はい、やってまして、なんかあれらしいですよ、動員が増えたので、うん、まあ、ちょっと大きめの箱にずっと増えたらしいですよ、まあ、いよく自分をこう追い詰めるっていう意味でも、ああ、プレッシャーをかけるために、そうですね、芸人さんがいい家賃のところに住むみたいなところですか。そうですね。と、はいう、はい、ことはちょっとあえて、こう逆境にこう自分を立たせてやってるんですけど。なるほど、はい、ね。そうかそうか、はい、その時はじゃあ今も継続して、はい、ミュージシャンの人が来たりとかする、ね、最近はですね、それよりかは自分がゲストで、あるキャラクターに扮して、うん、がゲストですみたいな形でやってるんですけど、うん、まあ、プレジックの場ではなくて他の場で、ミュージシャンと一緒にこの企画イベントとか、うん、とはしょっちゅうやってるんですけども、はい、まあ、その音楽とは切り離せないところで僕は、あるんですね。なるほど、はい、自分の芸人活動の方は芸人活動、芸人活動あ芸人だ、お笑い芸人の芸人じゃなくてですね、はい、僕芸人の芸って難しい方の何だっけ、はい、雑誌の春秋文芸の芸ですね、はい、なるほどね。なんか僕としてはあらゆる芸事、うん、パフォーマーという意味での芸で芸人として名乗ってるんですけど、うん、なるほどね、はい、ではちょっとその、はい、具体的に、まあ、はい、その一人芝居の中身をこう口で説明してくださいって難しいと思うんですけど、はい、どういうのをやってるんですか、はい、どういうの、はい、僕が見に行ったのも何回かですけど、はいはい、キャラがいろいろいたりとか、そうですね、キャラクター衣田ひとしとか、あ、衣田ひとしというか石川越のなんかとかありますけど、はい、まあ、そういうのちょっと、はい、こういう設定でとかこういうキャラがいたりとかっていう感じなんですか。まあ、まあ、いろんな名物キャラクターとかありますよね、まあ、ありますけど、それなりとか、あれですかね、コミカルな感じっていう感じですか。そうですね、コミカルと言いますか、僕の中で人を、まあ、演じる描く時に思ってるテーマっていうのがあって、うん、喜劇は悲劇、うん、で喜劇は喜劇、もう紙一重なんですね、これ2つっていうのは、その紙一重の部分をこう丁寧にこうやって描いていくっていうのがあるんで、だから、まあ、難しいところです、これですね、難しいですね、難しい、いろいろこだわりがあってか、こう細部まであるんですね。そこは一番僕思ってるところですね。なるほどね。そこをもう人生ってもうどっちにも転ぶもんだから、うんうん、その中間点をこうやって丁寧にこう描いていくと、はい、やっぱ人間っていうのがこうパッと浮かび上がってくるような気がしてて、なるほど、はい、そこを僕描いてます。だからコメディなのかとかシリアスなのかで、どっちかには、僕は自分ではもう断言できないところはあるんですけ ど、でも実際こう見てる人は、はい、笑うわけですよね、大体。まあ、そうです。泣いたりもするんですか。そうですね。泣くの時もある。ありますね。なるほどね。はい、そういう方もいらっしゃいますね。なるほどね。そうかそうか、はい。なるほど。じゃあ、やっぱり紙一重なんですね。紙一重だと思いますね。はい。ちなみに、その、周りのスタッフみたいなのがいるんですか、はい、脚本家的な人がいたりとか。その、台本、ネタを作る上でのスタッフはいません。自分一人でやって。はい、僕が全部書いて。衣装とか。衣装も全部自分で揃えて。はい、あ、はい、あ。ですね、じゃあ手伝ってくれてる人は 何をやってくれる、その本番の時 の、 その音響さん、照明さん、はいはい、スタッフですね、はいはい、それぐらいですかね。あ、本当。じゃあもうほとんど自分でやってるんですね。そうですね、はあはあ、はい、まあ、宣伝も僕も自分でやらざるを得ない状況で、制作こういうのがポスターあったりとか。そうですね、はい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 、なるほど。チラシも作るんですけど、チラシのデザイナーはまた別にいますけど、そういう、うん、企画段階では全部僕がやってますね。なかなか俳優一人芝居で、はい、その演じる合間 その着替えのシーンとかどうしたりするんですか、はい、あれは舞台上で。舞台上でやるんですか。着替えてます、はい、まあ、これは一生さんの、まあ、真似といいますか、うん、あの方が一番初めやり始めたことで、うん、僕も、まあ、一生さんに憧れてますんで、まあ、ちょっとその手法をちょっとお借りしてやってるんですけど、ね、なるほどね、はい、そっかそっか。
こう見てる人にこう伝えるにはどうすればこう伝わりますかね。どうですかね。こういうのをあ見に行きたいなと思う。なんかあの流してくださいよ。何ですか。あの僕の YouTube とかで僕の動画アップしますんで。勝手に流してください。全然全然。お願いします。はい。あの後からこう違反だとか言わないとかで。あ全然。勝手に権利も流しましたよ、ね。すいません。はい。あと受テープも流していただきたいですね。あ本当ですか。はい。はい。わかりました。そうあの僕衣田ひとしっていうですね、はい、キャラクターがあるんですけど、はい、流しってご存知ですか皆さんね。はい。今しましたね。ギター持って飲み屋さんに行って、そう行ってもう一曲いかがですか、うんまあ。歩くカラオケボックスですね。うんうん、でその流しをやってるおじさんっていうキャラクターがいるんですけど、はいうん、でその人がどういう人かっていうとうんまあ、流しを普通にこうやって既成の曲をこうやって歌うじゃないですか、うん、じゃなくてこの人は自分の歌を歌っちゃうんですね、うんうん自分の持ち歌ばっかを歌っちゃうんです、はいはいはい、リクエストをもらうんだけど全部自分の歌にしちゃうんですね、うんうんうん、っていう厄介な人で厄介な人で、でその人が作ったオリジナルの歌があって、うんジュテーム西川口っていう歌なんですけど、はいはいはい、これは男と女の不倫の歌なんですよね、はい、これCD にもしてるんですよ、うん、でプロモーションビデオプロモもありまして、うん、ちょっとそういう流していただければ嬉しいですね。あ本当ですか。はい、はい、分かりました。ぜひ分かりました。はい、なんで西川口なんですか。最初、ね、男と女の不倫の歌作ろうと思って、いかがわしい場所だなと思って、歌舞伎町はなんかありきたりだからどこかいいかなと思ったらすぐ浮かんだのが、次に浮かんだのが西川口だったんです。あ本当ですか。なんかそうやるとなんか西川口に住んでる人が勝手にイメージダウンするなよみたいな。西川口は素晴らしい街ですけどね、はい、ちょっと前はちょっと前はそういうのありましたね。だったらしいですね。風俗のイメージがあったんですけど、僕もそんな掃除は知らないんですけども、ちょっと失礼ながら、はい、そういったイメージで西川口というとこ地名をお借りしまして作ったんですけど、はい、なるほどね、はい、そうか。ぜひ続き聞いていただければ嬉しいですね。はい、わかりました。はい、ということなんですけども、ただいま園長さんからご紹介いただきました私、日本ボディーランゲージ研究所からやってまいりました小暮と申します。こちらの山吹園の方でですね、これからボディランゲージがカリキュラムとして組み込まれたということで、こうして、皆さんと週2回ですね顔を合わせますんで、今後ともよろしくお願いします。でございますね。どこでもいいやなんて了見でおりますと、とんでもない目に遭うこともございまして、すいません。すいません。誰だって。いや、客ですよ、客。客だったらどうしてそんなとこにボーッと突っ立ってんだよ。いや、店の覗いたらね、一生懸命シェイカーを振ってるマスターが。マスター、主人、あなたがしっかりしないと。ねえ、先生。こっから出ていけ。あれ、おかしいですね。いやいや、院長先生から許可もらってますよ。私の歌声でもってね、奥様に
安定をもたらす夜と、ですがね、今日はこうしてね、この抗菌キャップをかぶり、抗菌スーツに身をまとい、そして本日は特別に抗菌ギターを持ってまいりました。一音一音が空気を浄化していく。そして私の歌声でもって奥様に心の安定、奥さん大丈夫ですか、奥さん大丈夫ですか、あのご主人、わ先生、受定無理しか愚痴がとんでもないくなりました。さあ今日はダンサーが来ました。それでは早速聞いてください。受定無理西川口夜更けのバーで女性が一人、私がよかったら話し相手になりますよ。こちらにマティーニを一つお願いします。クイーン、あなたに会わなければよかったのに、あパヤパヤパヤ、赤い糸を手繰り寄せるなんて罪な人、くどきポンズとマティーニの誘い、あパヤパヤパヤ、いけない調子に溺れているの。気がつけばホテルジュティル西川口、証しの指輪を外して、シャワーがでホテル、あこの体理性が効かない、壊れちゃうの。私女瞳で私を見つめて、パパヤパヤパヤ、カクテルグラス傾けてもらう吐息、誰よこの言葉きらめるとバズ、パパヤパヤパヤ、心の宝石箱にそっとしまうの。旦那様のことは忘れて、休みにはご注意を、恋焦がれた心を、後が残りやすいものです。クイーン、はい、まあ、こんな感じでございますね。そうですね、はい、こんな感じですね。はい、ありがとうございます。こんなことを、まあ、この合間にちょっと、はい、今見てる方から、ね、どういう質問がありますかみたいな話を聞いたんですけど、はいはい、ネタ今日ね見てる人はミュージシャンが多いので、はいはい、ミュージシャンもよく聞かれるんですよね。いつ曲作るんですか、ね、あそうですね、気になりますよね。王道としてはドライブ中とかね、寝る前とかこうありますけど、一人芝居のネタはどうやって考えるんですか。もう四六時中です。四六時中、うん、四六時中もうずっとなんか気になったことあったら携帯のメモにこうメモして、はいですね、そういう時はその作ろうと思って作るんですか、それとももうそれこそ鼻歌的にね、こうもう持ってきたらこう出てきたみたいなミュージシャンってイメージがあると思うし、例えばギター持ってよし俺は今日作るぞ、今日作るぞっていうタイプの人もいるし、はいはい、台本するのとアイディアをこう考えるって別物なんですよ、うん、アイディアを、まあ、溜め込んで、うん、でそれを本にするお話にするっていう、うん、はい、全く違う作業なんで、はい、でまあ、ネタを思いつくのはアイデアを思いつくのはもう四六時中いつでもなんですけど、うんうん、台本は僕は早朝に書きます。早朝、はい、朝方なんですか。僕は絶対朝方に書く。これは根本君がそうなんですか、それも一人芝居の人がそうみたいな。いや多分僕だけだ僕がそうだと思う、まあ、ミュージシャンって夜型が多いの で、 あそうです、ね、朝一っていうのは、ね、あんまりイメージないと思うんですけど、僕も朝6時に起きてすぐワープ、あ僕もワープロ使ってるんですけど、はい、なんか朝にワープロってなんかおじいちゃんみたいなの大丈夫ですか、はい、ワープロで、はい、ワープロ開いても、はい、朝6時10分にはもうこうやって打ってますね。寝起きが一番頭クリア。そういうタイプなんですね。うん、へだいたいこうネタって何分ぐらいのものが多いですか。だいたい10分、10分前後ですね。なかなか10分一人でこう喋ったりとかするのは難しいっちゃ難しいですよね、うん、まあ、それしかそういう例えばよくネタ、お笑いのネタで、はい、音響でそのツッコミが入ったりとか、はい、やってるとか人もいるじゃないですか。あそうじゃなくてもう全く一人で、いやそういった一人で喋らなきゃいけないっていうそういう形態にはこだわってないんですけど、うん、まあ、一人芝居って何がいいかって、はい、可能性が無限大なんですよ。ほうほうほう、何やってもいいんですよ、はあ、一人芝居って、はあ、歌ってもいいし、うん、踊ってもいいし、うん、セットがなくてもいいし、うん、あってもいいし、うん、何やってもいいっていう一人だからこそ、うん、その想像力がもう書き立てられるんですね、うんうん、ですね、見てる側の、はいはい、その想像力にこう身を委ねると、うん、もう
可能性は無限大なんですよ、うんうんうん、そこがやっぱり僕一番魅力を感じているところですね。うーん、だからもう何やいろんなことしますもん。なるほどね、はい、そっかそっか。いやもうこのまま一人芝居の世界でずっとこう邁進するわけですね、はい、まあ一人芝居は続けていきたいですね。そうですね。またこう劇団作ったりとかってことは、まあ、今とこ考えてます。まあそれは、まあ、参加することはあのこれ今までもやってきてるんですけど、うんうん、まあ自分 の, そのベースというかホームグラウンドは一人芝居ですね、うんうんうん、ちょっとそのもう一個その質問が出たので、はい、一人芝居業界ってどうなってるんですかっていう質問もあったんですけど、はいはい、まず一人芝居業界っていうものがあるのかどうかっていうのが質問なんですけど、はい、まあ業界、まあ、一人芝居をやってる方はいっぱいいるんですよ、うん、いっぱいいますよね。一人芝居ナイトみたいな、はいはいはい、合同でやる、はい、まあ、音楽で対バンみたいなのがあったりとかで、うんうん、友達が出たりとかしてるのを見たことあるんですけど、あ、そうか、はい、いわゆるライブハウスとかその芝居小屋 で, そうです、ね、どんどん一人芝居の人がこう変わるみたいな、うんうん、はい、まあ、そういう人たちもいるってことぐらいだから、うん、まあ、世の中にいっぱいいるんだろうけど、いっぱいいるんですよね。だから競争率が激しい話、まあ、一世尾形、はい、まあ、筆頭とするじゃないですか、はい、まあ、他にももっと大御所がいるかもしれない、はい、他こう世間的に有名な一人芝居の方って一人もう芝居となると、うん、例えば有名どころで言えば風間盛雄さん、この方あの定期的にやってらっしゃいますね。あ、はい、はい、なるほどね。渡辺哲さんっていう方もやってますね、はい、うん、でまあ一人パフォーマンス、うん、一人でなんかこう舞台をこう作るっていう人もいっぱいいまして、うん、まあ、吹越充さんとか、あ、はい、あとラーメンズってお笑いのラーメンズっていうのは、はいはい、そのあの片方の小林健太郎さんとか、うん、まあ、面白いですね、そういうことを言ってますね。だからもう一生さんのようなそういう本当に一人芝居がメインでこう世界中駆け回ってるっていう人はもういないので、他にだからもう一人芝居業界はもう一生さんの独壇場ですわ。あの人を超える人間は出てこないし、うん、出てくるとも思えないし俺が抜くとかそういうのないんですか、ね、あ、いや、ね、まあ、あの、まあ、やってることは違うので、内容というか、はいはい、方向性も違うんで、うん、ね、まあ伊勢さんぐらいの、うん、その有名な、うん、あ、一人芝居やってる根本ねみたいな感じになれればいいですけど、肩並べられればいいですけども、うん、まあ、超えるとかそういうのはちょっと、まあ、ちょっと違う話ですね。そうなんですか、なるほどね、そっかそっか、ね、あと、まあ、お笑い、お笑いの力も強いです。そうですね、ピン芸人の方がいっぱいいらっしゃいますんで、はい、面白い方いっぱいいますからね。そうですね、もう僕バカリズムさんとか大好きで、相方とか見ちゃうと、あ、一人芝居の世界で勝負するって、うん、ピンで勝負するって難しいなというか、そうですね、まあ、R1 の世界ってちょっと近い部分がありますよ ね, ですね。でちょうど僕がね見に行った時もお客さんでね、ちょうど終わった後、はい、みんなどうもありがとうねとかって挨拶してる時に、絶対 R1 出ないよとかって言ってるお客さんが、根本くんにちょうどアドバイスしてて、出た方がいいよみたいな感じで、はい、ああいうのもこう狙い目っちゃ狙い目ですよね。狙い目なんですけど、やっぱ僕お芝居畑でずっと来たんで、はいはい、お笑いとお芝居ってもう決定的にやっぱ違うんですよね。あ、そうなんですか。うん、やっぱ構成からも違うし見せ方も違うし、うんうん、もうまず笑わせなきゃいけないわけですよ、お笑いっていうのは。まあまあそうですね、はい、だから笑わせるために僕今まで作ってきたわけじゃないので、うんうんうん、その笑わせ方、まあ、笑う時もありますけどネタの中で、うん、それは笑ったっていう結果なので、それはお客さんの受け取り方での結果なので、はいはい、笑わせようと思って僕作ってるわけじゃないんですよね。あ、うん、そこのもう決定的な違いがあって、はいはい、難しいですね。難しいですね。だからその時もなんかこんな感じの、いや、なかなかいろいろ難しいんですよって話をその返してたような記憶が。あ、そうですか、はい、じゃあ全く僕進歩しないの、もう全く変わってないんですね何にも進歩しないです。難しい難しいって言ってるばっかりですよね。なるほど。ちなみになんかこう周りで注目してる人がいいんですか、はい、一世尾形以外に。はい、参考にしたりとか、ライバル視してる人とか。ライバル視、ライバル視っていうとあれですけど、はい、僕が目指してるのは落語です。あ、落語家さんの一人でこう座って、うん、って始めて、うんうん、センスと手ぬぐいだけで、うん、もういろんな世界をこう行って話芸だけ、うんうん、しゃべりだけで見せてしまう、そうですね、あの究極のピン芸は、うん、あれは目指すべきとこですね。あ、落語はやったりしないですか、どこに。
落語をもじったネタはやったことあるんですけど、あのバーテンダーが落語家だったらっていうのがあるんですけど、なるほどね、シェイカー振りながら落語するっていう、ね、ネタはやったことあるんですけど、うんうん、やっぱりとてもそれ多くて、うん、あのてかもう難しくて、なるほどね、もう立川談志さんが僕大好きで、はいはいはい、立川一門が好きなんですけど、はいはいはい、だああいうのしょっちゅう見てますね、勉強してます、はい、ちなみにその映像は残してるんですよね、その公演の様子はよく、はい、まあ、パソコン、ネット上にアップしてるのは全部じゃないんですけど、うん、まあ、残してはいます。あの DVD も販売しませんでした？あ、はいはい、あの最初の頃してました、はいはい、それライブ、はい、DVD 集もあるし、はい、ですね、そういうクリップ集みたいなのないですか？クリップ集だからスタジオでどっか撮ってるみたいな。ライブ DVD はライブの様子を撮ってるんじゃないですか？はいはい。だからこういうスタジオで DVD にして映像作品にするみたいなのはまだないんですか？はい、ああ、そういうのはない。映像作品、まあ、いわゆるまっちゃんがビジュアリズムみたいなの作ったじゃないですか。はい、コント集じゃなくて、それちゃんと撮り下ろしってことですよ。あの舞台の本番じゃなくて、その映像用のお芝居っていうか。そう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 。あ、それはないですね。あでもそれテクテク TV 撮ればいいですか？やらしてもらいたい。それはやりたいなとずっと思ってました。いいじゃないですか。あの納得いくまでできるし。そうですね。それはそうですね、やりたいですね。やってください。お客さんがいない中で。そうですね。こうあぜひとも。あのやれるその機材はある程度はある。はいはい。限界はありますけど。はい。やれます。ぜひともぜひとも。カット割りとか多少はできます。あ、そうですよね。うん、あ。ぜひ止めたいです。ぜひ、はい、はい、お願いします。じゃあぜひそういうのも、はい、今後に向けてやってほしいし、はい、ありがとうございます。ぜひ止めましょう。じゃあ今度一人芝居講義とかもやってください。講義、一人芝居とは寂しさに負けるな。まあそういうのありますよね。そのまあその音楽のもそうですけど、うん、まあバンドがいいのか弾き語りがいいのか。あ、そうですね。まあその人に向き不向きがある。それを自分で分かるかどうかだと思うんですけどね。物を作るって基本的に孤独な作業じゃないですか、はい、なおかつそれを一人でやるともっと孤独な作業になる、ね、まあ、でも今寂しさに負けるなって言いましたけど、うん、僕実際寂しいと思ったことないんですよ。あ、そうなんですか。実は、はいはい、あの一人の方が僕は作りやすいですね。はい、はい、なんでかはそれはもう僕がそういう人間だからって言うしかないんですけど。なるほど、はい、分かりました、はい、まあ、とりあえずはい、テクテク TV では J-POP カフェのそのクワケンナイトに来ていただいたんですけども、はい、でも、はい、それは何故にってことは、はい、呼んだのかっていうのは、はい、根本君が以前から、はい、サザンファン、桑田ファンを僕は知ってましてですね、はい、ぴったしのレポーターだと思ってお呼びしたんですよ。はい、ありがとうございました、本当に。でそこからすっかりとクワケンの桑田研究会の人たちと仲良くなりましてですね。ちょっと喉かいちゃって。はい、どうぞどうぞ。もう本当ですかね、本当もう本当ですね、クワケンファン最高なんですよ。はい、本当素晴らしくて、はい、このワードらしく明治を見せるとこなんですか。あ、これはあれ、クワタさんが CM やってたやつ。マジな、偶然です、偶然。そう、偶然。偶然です。あ、失礼しました。喉が乾いたっす。まあ、そうです、かわいいじゃんから、まあ、とにかくその、はい、サザンファンなんですよね。そう、僕、大好きですね。はい、音楽は、基本、サザン、桑田さんしか聴かないです。あ、本当に。はい、で、僕、稽古場で体ほぐすんですわ、稽古前に、うん、はい、で必ず僕はその、桑田さん、サザン、オールスターズの曲を流しながら、で、熱唱しながらこうやって体をほぐすんですよ。なるほどね。だからもうテンションが必ず上がります。なるほど。この不思議なこのルールがあって僕の中に、はい、サザンを聴くと絶対テンションが上がる、はいはい、このモチベーションを高めてから稽古に臨むんです。あ、この儀式は絶対僕は外せないんですね。なるほどね、はい、じゃあここからちょっと桑田佳祐とかサザンオールスターズについて語っていきたいと思うんですけど、はいはい、そうなるとみんな参加したいということで、はいはい、ここで皆さん登場でございまして、あ、はい、4人でじゃあ明治のチョコレート食いながら食べますかね。はい、じゃあ行きましょうか。